福島県の相馬市から来させてきました。間に合わなかったんですけどね、電車がないので、はいはい、今私も相馬市の坂井と申します。うん、で以前静岡住んでたことがあって、はいはい、自宅も津波被害を受けたもんで、うん、一時こっちに越してた時にお世話になってお電話いただいたんですね、はいはい、で結局でも行ったり来たりしてるんですね。それで私もいろいろちょっと健康に関する仕事してた関係もあって、はいはい、できるだけ若いお母さんとか子供とかを出すっていう活動をしながら行ったり来たりしてたんですね。でも本当に先生もねちょろちょろいろおっしゃるようにすごいもう今現場ってもう何もなかったように被災地ほどなんですよね、まったりとして、はい、みんな戻り始めてる市があって、はい、相馬市って最初ねうち の、はい、あの市長がもう籠城を宣言して、はい、あの一番選挙チェックしなかった地区なんですよ。してても知らされないんですよ私たちに。それであの今でも一番不安なのは飯舘飯舘って出るんですけど、すぐ山一つ越えて玉乗ってあるじゃないですか、霊山玉の。私らも行った来たするともう本当にあの占領権なりっぱなしですよね、あそこで。実家が農家なんですごく思うんですけど、結局農業用水とか全部玉乗とかのダムなんですよね、あの地区にあるんですよ。だから去年よりは今年よりは来年ね、農業用水わざわざ線量が高いところから引いてくるわけだから、線量が徐々に上がっていくだろうってあの元農家の娘の感覚で思うんですけど、でも行政はそういうことは一切言わないんですよね。立屋さんは病院も持ってますからね、うん、病院も持って建設会社を動かしますからね。実は2級先輩で学校一緒なんでね、はいはいはい、あれなんですけど、はい、だからそういうのも分かる。でも結局ね、はい、もうなんだかんだで最初、まあちちと思ってね避難した人もいいよいいよって、もう御用客車の人がどんどんおじいちゃんおばあちゃんを洗脳したから、嫁さんたちはもう入らざるを得ないんですよ。いやこれ事実です。それで、はい、あの本当に福島県の野菜はね安心だよ、相馬あたりのほとんど農家なんですね。あの勤めてても農業やってるから、みんなほとんど自給自足だから、じいちゃんばあちゃんは野菜作ってるんですよ。だから偉い先生がいいって言ったのに、なんでお前はって、もう嫁しゅうと先生で、でうちサロンがあってみんなねこういろいろ愚痴に来るんですけど、放射能以前にもうそのねしゅうとのじじばばとなってて、もうみんなストレスで死にそうだって。そうですね、うん、でもそれどうしようもないんですよ。もうあの公のね、あの市とか相馬市って今でもあの福島県のテレビに毎日占領が出るでしょ、あれすら出してないんですからね出さないんですよ、うん、本当に。でただでも結局ねみんなそんなに避難ばっかできないでしょ。まして南相馬と違って何のお金も出ないから自主避難になるから、経済力がないと出れないで、今ずっとねああやって住んでて、私たちは食べ物とかいろんなそれは工夫は伝えられるんですけど、ここからね一番心配なのはやっぱ水なんですよね。個人レベルで飲む水ぐらいはねいろんな方法で浄水器の水がやってるけど、ね、野菜洗うから何か全てでしょ。水はねチェルノブイリでもかなり少ないんですよ、うん、あそうですか、はい、逆に言うと、まあ、これから地下水汚染に移行するにしても、うん、まだ時間かかりそうなんで、定期的にチェックすればいいだけで、よくこうやって言われる方が多いんですが、実際にはそれ水は意外に逆に楽なんですよ、はい、初期の、要素の被曝の時の、汚染っていうのは実はかなり大きかったんですが、それ以外のセシウムストロンチウム系の話に言うと実はほとんど出ないっていうのが、かなりの汚染地域全部調べてるんですが、いろんなところ調べても出てこないんですよまだ、はい、なんで、まあ今のところ大丈夫みたいですよ。はい、必要だったらうちの方に送ってください。分かりますか。なんかね、私もいろいろやってたんですよ、先生とはちょっとなんかリンクしなかったみたいで、はい、やっぱり具体的にきちっとその線量をチェックして、はい、現状を把握して、はい、今そこで暮らしていくには具体的にどうしたらいいかっていうのを本当は情報いっぱい欲しいんだけど、そういうのが一番伝わらないんですよね、うんうん、で最初から静岡来て言ってたのは、今福島で起きてることが全て前提になっていくんで、今現地にいる人がいろいろ言ってももう通んないんですよ。もう全部こうね本当にね、その、あの行政の口調とかね、そういう人の意識でもう全然対応が違うんで、だからもう耳たこ状態で、うん、本当にそれってなんだ数の原理で大丈夫大丈夫の方が強いから、もう本当に子供が、ね、もうどあの本当に道端で転げ回って遊んでるのとか見るともうゾワッとするし、雪が降れば雪こんなで食べてるんですよ。もうなんかキャーとか思うんだけど、そのぐらいでもあんまりね大変って言ってストレスも大変かなと思うけど、でもやっぱり
ちゃんと、ね、把握しなくちゃいけないことは把握して対処しながら生きていくしかないと思うので、だからあの福島県以外の、ね、方たちがずっとやっぱり今福島県でどんなことが起きてるかっていうのをちゃんとやっぱり見続けて、外からもねやっぱりずっとこう声を出してもらわないと、どん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 なんか全然違う方向に行ってますね。女性一つとっても本当そうですよね。見てると街中行くと本当に全国から本当に業者さん入ってきてて、本当にお風呂も何もないようなタコ部屋みたいなところに押し込まれて、それで仕事してるんですよ、その方たち、うん、でそんないい仕事なんてできるわけなくって、でうちあの相馬の真帯ってね、あの昔から有名なお祭りがあるんですけど、もう震災の年もやったんですよ。で、あの普段ホテルとかそういうね、あの労働者の人が入ってるでしょ、もう信じられないんだけど、そういう時は観光客が来るからって出されちゃうんですよ。もう仕事で入ってきてる人たちが、皆さんも中止でしたよね。やったんだっけ、去年今年盛大にやったんですよ、ね、今年招待されたもん、今年もやりました、去年はやったけど、一昨年やったんだ、去年、一昨年で小っちゃくやったんだ、さすがにやるんだけど、そうそう、去年はやりましたね、去年は盛大にやった、ことがあれだみたいな、今水の話出たけどね、私あの達也市長とも面会してね、いろいろ話もしてるんだけども、そこに私友達がいるもんですから、あの今水をね、ミネラルウォーターを送ってくれという話をずっとされてるんですよ。というのはその水ミネラルウォーターというのはやはり乳幼児にねミルクを溶かしてあげたいよと、安心できる水が飲めないよということで今は依頼されています。それから南相馬市と相馬市の大きな違いはね、要は南相馬市は稲作はもう禁止していると、相馬市は作っていいよと、だから御用学者が全部作っていいよという話をしているわけ、そういう違いがやっぱりね、まあ、そういうのがお魚とかも本当に相馬は一応原発の、ね、対象になってるから漁師さんたちは、ね、全部お金いただいてますよ。だからあの悠々自適でね、もうパチンコ屋と夜の繁華街がもうすごいんですけども、ね、で本当に本当に数キロ先の山本町宮城県になると県が違うから取れるんですよ、うん、そう逆もそうですよ、期待からですよ、そうですね、これで実際何だろう、その、チェックだって言ってて、実際本当にお魚とかも取ってて、感覚が今住んでる人たちの感覚がもう何かどん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 何かもう見えないっていうことは本当恐ろしいなと思いました。1年2年でどうなることでもないっていうあれだけね情報が来てるのに、何かね、いや一番最初の100ミリシーベルトまでは大丈夫っていう大大キャンペーンがねガッ次入ってしまってるんですよ。それね、浜通りとまた中通り違いますよ、うん、で、だから全部今一概に相馬の話で話されてるけども、これ相馬の一例ですよって言っておいてください。そうですね、うん、じゃないと大きな間違いですから、はい、で最初から郡山とかね、福島とか向こうの方も先日かかったし、あの声を上げたのも早かったじゃないですか、文科省に座り込んだりとかしてね、でそっちの方たちともこう連携して動いてはきてるんですけど、なんだかね、なんだか